はい、こんにちは、酒井です、前回の夏休み音楽理論講座に引き続きウクレレ弾きのとにとってのね、音楽理論講座、まあ、もちろんあのギタリストやピアニストや歌手の方、他の楽器の方にも共通することなので、ぜひお勉強ください。ということで今日は、まあ、ウクレレ、ちなみにこのウクレレはね、クムの、レオラーニ・クムさんのウクレレです、ね、CG55A、 はい、っていうウクレレで、フィニッシュの綺麗なウクレレでございます。ちょっと反射してるね。はい、まずとにかく今日はあのね、前回もそうだけどその続き、前回12音あります。音がね、オクターブ C から C の間12に分けて、それを一つのブロックを半音としましょうという話をしました。前回はウクレレを持って話してないので、今日ウクレレを持ちながら話しますが、見ていただいて1弦、2弦、3弦、4弦、それぞれの弦のここナットからブリッジのここまでで、弦が4弦がフルで G の音、そしてここがフルで全部なって C、 2弦が E、 1弦が A、 この長さの音で振動してこの音ができてます。で、これを半分にしたり押さえていくところ、前回話しましたフレットを打つことによっていろんな音が出ます。で、半音ずつ並んでます、こうやってね、フレット。じゃあ3弦の0フレット、これ C でしたね。そう、前回お話ししましたが、ハニホヘとイロハ、それからドレミファソラシド、それから CDEFGABC、これ全部同じですね。じゃあ、あの ABCDD いきます。C、はい、C ね。前回話してませんでしたけど、細かく言うと、はい、半音上は C シャープ。前回僕はシャープしか書いてませんでしたが、今日反対から言うとね。まずこれはね、 C シャープって言いますね、 D フラットとも言います。この同じ音だけど違う名前っていうのは、日本語では同音異名、異なる名前っていう名前です。 C、 C シャープまたは D フラット、そして D、 D シャープ、半音上がるとシャープ、半音上がるとフラットね。 D シャープまたは E フラット、ここがいいです。 E フラット、E で、ピアノで言うとここ黒鍵がない場所、 E と F も隣り合わせということですね。ここが半音 EF、 F のシャープ、ね、F シャープ、これまたの名を G のフラットということ、ここが G です。 G、 G フラット、 G、 G シャープまたは A フラット、 A です。A のシャープまたは B のフラット、 B、C、12、ここにねポンポンってダットがあります。インデーが打ってます。お、今ねフラット7になっちゃった。ここを C、 これオクターブ上の C、 こういう風に発見のとこだけ見ると、で全然半、全然全半ってなってますね。で、12って言ったのだから、これの黒鍵の部分、ピアノで言うとね、そこも全部含めると C、 C シャープまたは D フラット、 D、 D シャープまたは E フラット、 E、F、 F シャープまたは G フラット、 G、G シャープまたは A フラット、 A、 A シャープまたは B フラット、 B、C、
弦でこうなってます。全部同じ。次はチューニングした時に、ね、もちろん2弦は E から始まってる。 E から始まった時には E の隣は F ですね。もうすぐ隣 F、 F シャープまたは G フラット、 G、 G シャープまたは A フラット、 A、 A シャープまたは B フラット、 B、C、ね、C、C シャープまたは D フラット、 D、D シャープまたは E フラット、 E、ね、E でね、12、 E でね、12フレットで E です。で、開放弦 A、 ね、A でした。半音いくと A シャープまたは B フラット、ここが B ですね。 B、C、 みんないっぱい知ってる C です。ここが C、 で C シャープまたは D フラット、 D、D シャープまたは E フラット、E、F、F シャープまたは G フラット、G、G シャープまたは A フラット、A、そこ表現 A。さあ、4弦、ね、G でした。G、G シャープまたは A フラット、A、ね、A マイナーの A、または A の A、B フラット、または A シャープね、B、C、B と C、 そう、 E と F、 B と C、 ここは元鳴り合わせ、ね、はい、 C、C シャープ、 D フラット、ね、または D フラット、 D、 D シャープ、または E フラット、 E、 F、 F シャープまたは G フラット、 G フラット、 G ということで、 G、 G ということで、12フレット来たらこれで、これで全部です。もう全部勉強したことになります。で、ここからはそのオクターブ上の音で、あんまりそんなにね弾かないよね、高いとこだから、まあ、全く弾かなくはないけども、ソロで弾くけれども、もうここまでできちゃったら、これちなみにコンサートウクレレだから12フレット、普通のソプラノウクレレはここまででしか、ここまでしかありません、ネックの長さがね。だからどういうことかというと、ここにある今の12フレット内の全部の音を弾いたことになります。これを自分でダイアグラムを作って何回も書いたりすると覚えますので、ぜひぜひやってください。ここら辺 のことがすごく、実はすごく大事で、みんなここら辺スキップしてやらないんですけど、実はここをやった人とやってない人、運例の差、運例の差ね。なのでぜひぜひやってくださいということで、今日はもうこれにしました。前ね、もう20分ぐらいやった、このぐらい8分10分以内でやりたいと思います。ということで See you next、 またね、またまた見てね、勉強しましょう、夏休み。そしてオイラみたいに真っ黒系になってカブトムシ取ったり虫取ったり泳いだりしましょうね、夏休み、イエーイ。今日も見てくれてありがとう。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくね。